70歳の松平健の大ヒット曲マツケンサンバ2の振り付けを担当し、ダンサーとして活躍した真島茂樹さんが23日に亡くなったことが分かりました。真島さんは77歳で、死因は虚血性心不全だったそうです。通夜や告別式などの詳細はまだ未定です。22日都内の自宅を訪れた友人が真島さんを倒れている状態で見つけ、緊急搬送されましたが、到着した病院で亡くなったとのことです。真島さんは高校卒業後の1972年に日劇ダンシングチームに入団し、トップダンサーとして活躍しましたが、劇場が閉鎖されるとチームが解散。その後、ダンスの講師やミュージカルなどに出演して活動しました。2004年に振り付けを手掛けたマツケンサンバ2がヒットし、松平と共に人気者になりました。また、王様と私屋根の上のバイオリン弾きなど多くの舞台に出演していました。最近まで元気な様子で、松平のコンサートにも出演していた真島さん。今月8日には関係者と誕生日会を開き、25日には京都で開催されるマツケンサンバコンサート2024にゲスト出演する予定だったそうです。真島茂樹は1947年3月22日、栃木県宇都宮市で生まれました。中学卒業後に上京し、高校に通いながら東方芸能学校舞踏科でクラシックバレエや声楽を学びました。日劇ダンシングチームに入団し、異例の速さでトップダンサーになりました。代表作にワラカージュオフォール王様と私屋根の上のバイオリン弾きがあります。振り付けではマツケンサンバ2や映画プリキュアドラえもん音頭などがあります。視聴者のコメント。中尾さんは1週間ほど前のことでしたが、真島さんは昨日急にだったんですね。その時はテレビでもよく見かけましたから、ご冥福をお祈りいたします。最近有名人の訃報が相次いでいますね。マジーの振り付けがあって、マツケンサンバ2がこんなにも売れたんだと思います。マツケンサンバをこれからも見る機会があるとは思いますが、マジーの姿がもう見られないと思うと寂しいです。ご冥福をお祈りします。少し前にテレビでアイドルの男の子たちとミュージックビデオのためにダンスをしているのを見て、やっぱり基礎がしっかりしているから、若い子にも引けを取らないんだと思いました。すごいなと感じたことを思い出しました。まだまだお若いと思っていたので、とても残念です。ご冥福をお祈りします。振付師でありダンサーの真島茂樹さんが亡くなったことは、日本のエンターテイメント界にとって大きな損失です。彼はマツケンサンバ2などの振付で知られ、多くの人々に楽しさと感動を提供しました。77歳という若さでの訃報は、多くのファンにとって驚きと悲しみをもたらしたことでしょう。真島さんは高校を卒業後、日劇ダンシングチームに入団し、トップダンサーとして活躍しました。その後、ダンスの講師やミュージカルなどに出演し、幅広い分野で才能を発揮していました。特にマツケンサンバ2の振り付けは、ヒット曲として多くの人々に親しまれています。彼の作品は、私たちに喜びと感動をもたらし、彼の名前はエンターテインメントの歴史に刻まれることでしょう。真島茂樹さんのご冥福をお祈りいたします。個人的には、就活などを前面に押し出していた中尾彬氏よりも、こちらの方が驚いています。なぜなら彼の印象に残っているのは、シュッとした姿勢でにこやかに踊っている姿ばかりだからです。ご冥福をお祈りいたします。マツケンサンバは真島さんもいてこそ完成する歌でありダンスでしたが、あんなに明るくて面白くて、見ると元気になる方はなかなかいません。また、昔から見てきた芸能人が一人また亡くなるのは胸が痛いです。ご冥福をお祈りいたします。1年以上前だと思いますが、有吉の番組で、
ツッチーと松平健さんと京都を巡るロケが放送されていました。ロケの中で地元の高校生たちにマツケンサンバ2を厳しく指導しているマジーの姿があり、マツケンサンバ2の華やかさと明るさを支えていたのはマジーだったと感じました。いつも楽しそうにダンスしていたマジー、お悔やみ申し上げます。年齢間違い？本当だろうね。こんなこと言ってないよ。マジでマツケンサンバは真島さんがいないと成り立たない。あの元気なダンスがもう見られないのは本当に悲しい。高校生？彼が指導した番組も面白かった。笑顔と元気をありがとうございました。この世界に真島さんがいないとマツケンサンバは存在しない。本当か？あの真島さんの強烈なキャラ、もう見られないのか？それにしてもまだ77歳だったんですね。昨日は中尾彬さんが亡くなったというニュースがあったばかり。時代がどんどんと終わっていくのを感じますね。寂しいです。ご冥福をお祈りします。思わず声が出ました。中尾彬さんに続いてマジーまで。テレビに出てきた頃はカバちゃんという。振付師は強烈な性格の人が多いんだな。という印象でした。彼の明るさと振り付けでたくさんの人を笑顔にしてくれた素敵な人だと思います。天国でゆっくり休んでください。ご冥福をお祈りします。最近、有名人の訃報が続いているように感じるのは気のせいかもしれませんが、私はそう思います。マジーの振り付けがあって、マツケンサンバ2がこれほど成功したのだと思います。マツケンサンバをこれからも見る機会があるかもしれませんが、もうマジーの姿がないと考えると寂しいです。大ブームとなったマツケンサンバを踊っていた方々も、松平健さんの名前をより広めたのは真島茂樹さんだと思います。ご冥福をお祈りします。一時予防は本当に重要ですね。心臓に負担をかけないように血圧を管理したり、ストレスをためないようにしたり、有酸素運動で心肺機能を鍛えたりすることは、日常からできる心臓の健康に役立つことです。長生きしていて体に何の不調もないというのはほとんどありえないので、健康に生きてきても70歳を過ぎると不調が出始め、何らかの薬を服用しながら生活することが一般的です。そのような状況を少しでも楽にするために、若いうちから意識することは重要ですね。マツケンサンバ2はもう国家の裏の曲みたいに思っています。こんなに年齢や性別を問わず誰もが幸せになれる曲はないと思います。ご冥福をお祈り申し上げます。